シンペータさんの YouTube チャンネルでフリースタイルの指導を受けていたと思うんですけれどもどんな指導を受けてどんな学びを得たのか教えてもらってもいいですかやっぱり一番最初あのラップはずっと活動とかでやってきたけどフリースタイルは本当に初めてだったからやっぱり最初はなんか。 詰まっちゃったりとか、そういうあと声の出し方とかそういう基礎から教えてもらいました。いろいろ。佐野田さんが抱いていた新平田さんのイメージと実際会ってこう指導を受けてみての新平田さんのイメージって違いましたか？はいはい、う,んうん、うーん、なんか。 いいおじさんだな思ました実際にそのかわいいおじさんかっこいい部分とか感じた点を具体的に挙げるとどんなことがありますかでもやっぱりずっとシンペータさんのラップはずっと見てきてたのでんか実際に教えてもらってこうスパーリングとか。 してもらってる時はなんかすごい嬉しかったです。なんかでもなんかいざマイクを話すとちっちゃくて可愛いようですだった。